ようこそ。お前は後回しにしてやる。やめなさい。待っていたぜ、マジンブー。覚えているぞ。前俺にボコボコにやられたやつ。バカ野郎。前の俺と同じだと思ったら大間違いだぜ。いたのは限られてるさ。早速前とは全然違う俺を見せてやる。やれよ。後悔しやがれ。お前はこの俺を怒らせてしまったぜ。スーパーサイヤ人、もう終わりにしてやるぜ。お遊びはな、完全に消え去ってしまう。今のはちょっと痛かったぞ。少しだけ遊んで差し上げましょう。それそれ。どちらを
のです。ただ無じゃない。よく聞けよ。俺はお前だけは許さない。絶対絶対絶対だ。許さないぞ。評価にも値しないクズめ。
覚えているぞ。前俺にボコボコにやられたやつ。バッテロー前の音を同じのと思ったら大物でもね、時間が限られてきた。早速前のは全然違う顔を見せてやる。後悔しやがれ。お前はこの俺を怒らせてしまったぜ。
雑魚がよほど殺されたいらしいな。よかろう。どうした？全力で来るんだ。なんだお前、どうされたいのか。何人の命が奪われたと思ってんだ。今のはちょっと痛かったぞ。お化けまとめて5人フィニッシュ。やるな、驚いたぞ。遠慮はいらねえぜ。どこからでもかかってこい。スーパーゴーストカミカゼ。たまにはきつめのお仕置きをしてやるか。お化けまとめて5人フィニッシュ。そんな感じ怖くないようだ。バカだ。俺がやられるとは。次はもっと興奮させてくれるんだろうな。
前は食べないことにした。一緒に遊ぼう。始めるぞ。用意をしろ。元気玉の用意だ。こんなにやべえやつが相手だったのに、ワクワクが止まんねえぞ。聞こえるか、世界の人間ども。今あるところで魔人ブーと戦っている戦士がいる。そこでお前たちの力を借りたい。力を合わせてブーを倒すんだ。よし、カカロット、始めろ。やるな、ベジータ。見直したぞ。なあ、あの電気可能な限りを上げてくれ。頼む。元気玉だ。分かったよ、パパ。ベジータ、らしくない真似をしやがる。カカロット、俺が何とか少しでも時間を稼ぐ。貴様ら、地球のバカどもを説得しろ。全宇宙の運命をかけた戦いになるな。うん、怒涛だ。いい加減にしろ。さっさと協力しないか。このミスターサタン様の頼みも危険というのか。俺が魔人ブーを倒してやるから、早く力を貸さんか。まあしょうがないじゃないか。ここに言わんと奴ら信用せんからな。まあ、九大天といったところか。地球人ごときがこの俺に歯向かおうというのか。どうなってやがる。少しはやるようだな。いいだろう、新技の実験台にしてやる。父さんと一緒に戦うのか。なんか緊張するな。
早くもくたばりやがった。評価にも値しないクズ。こんにちは。一瞬で決着をつけてやる。修行をつけてやる。だと？何者だか知らんが、さぞ腕に自信があるんだろうな。いつ、どこにこんな力を隠した？やるな。だが、勝負はこれからだ。想像以上だぜ。ただの絵じゃない。友人ごときがこの俺に歯向かおうというのか。少しはやるようだな。いいだろう。新技の実験台にしてやる。父さんと一緒に戦うのか。なんか緊張するな。なんて攻撃だ。予想以上だ。強い。ところで倒れるわけには。
ンが言ってたオラたちの修行に付き合ってくれるやつってな。ルビーか。今のは驚いた。大したもんだ。でも負けられねえ。もう起きてこないで。評価にも値しないクズ。今のところ巻物に変化は見られませんね。ドミグラのやつ諦めたんでしょうか。バカを言うな。時の海王神から私の話を聞いたのだろう。7500万年力を積み重ね待ち続けたチャンスだ。諦めるはずがあるまい。お前が何を企んでも無駄だぞ。魔人ブーを止めた今これ以上の敵は果たしてす。ああ、もうトミグラのやつなんて時代に目をつけるのよ。え、そんなに危険な時代なんですか。はあ、知らないって幸せなことね。あのね、これにはね、破壊神、破壊神ビルス様が地球にいた時の歴史が収められているのよ。破壊神ビルス、そんなに強い。ビルス様。はい、すみません。で、そのビルス様はそんなに強いんですか。もういいから早く止めに行きなさい。万一ビルス様が敵に回ったりなんかしちゃったら、なんていうか、もうあれよ、はちゃめちゃになるわよ。わかりました。ではお願いします。この星にスーパーサイヤ人ゴッドがいると思ったんだけど、おかしいな。やはりビルス様の予知夢が間違っていたのでしょう。
ちょっと楽しみにしてたんだけどな。仕方ありませんね。ヴィルス様の予知夢が外れる、いつものことです。おいウィス、それはどういう意味だ。この俺がプライドを捨て去ったダンスでヴィルスの機嫌を保ったからなんとかなったものの、しかしもはや問題なかろう。あとは機嫌がいいまま立ち去ってもらうだけだ。おや、ヴィルス様、あのプリンとかいうデザートはお召し上がりになりましたか？プリンとな。君、そこにあるのを一つ分けてくれないか？ブー、やだね、俺全部食べるもん。よこせ。やだ。よこせ。やだ。よこすんだバカ者、プリンをよこせ。間一髪だったぜ。ヴィルス様、どうぞ。ああ、ありがとう。では早速。うごめんなさい。皇帝がちゃんとキャッチしないからだぞ。え？だってトランクス君思いっきり蹴るんだもん。でも今のどうやったの？グニャーって飛んだよ。ヴィルス様、これはそのは完全に切れたぞ。想像の前に破壊や。いかん、取り押さえねば。バカって言ったな。お菓子にして食べちゃうぞ。これが破壊するか。こっちがないきっかけの戦いなんだ。いいですよ、かなり強さの体力を減らしているはず。プリンくれないからもっと痛めつけちゃおう。止まらない。まだ本気じゃないのか。大したもんだよ。ごてん、トランクス。諦めて降参しろ。プリンも品切れ、ゴッドもいない。もう破壊ですかね。おい、そこの猫人間、プリンくらいで大暴れしやがって。そんなマナー違反のやつはこのゴテンクス様がぶっ飛ばしてやるぜ。お前たち地球人食べ慣れているかもしれないが、僕には味の想像もつかない未知の食べ物だ。なんともうまそうなネーミングじゃないか。やかましい。神様に逆らう悪い子はお尻ペンペンの刑だ。アテックス、全力でいかないとやられるぞ。母さんがヴィルス様に向かっていって無茶。ああ、吹っ飛ばされた。よくも俺のプラだよ。父さん、誰が。すごい、このパワーは5桁以上だ。いけ父さん、破壊神なんかやっつけちゃってください。ウィス、お呼びですか、ヴィルス様。どうやらスーパーサイヤ人ゴッドというのはお前の言ったようにただのくだらない夢だったようだ。何度も言うが、地球を破壊して帰るぞ。
待て、スーパーサイヤ人ゴッドになるには正しい心のサイヤ人の力一つに集めなくちゃなんねえ。なあ、オラに力を分けてくれ。いつもの国じゃ、どことなく違う。それにビルス様と同じで大したもんだよ。戦闘力がわからない。おめでとう。諦めて降参しろ。どうやら成功したようです。本当？ほら、スーパーサイヤ人どっちになったのか。戦ってみればわかるはずだよ。諦めて降参しろ。さあ、かかってくるがいい。もしお前の方が強かったら地球を破壊しないでおいてあげよう。大したもんだ。あっ、あっ、あっ、まあ、九大天といったところか。どうだ、ゴッドになった感想は。こんな世界があったなんてよ。オラ一人じゃ取れなかった世界だ。不満そうだな。仲間と共にゴッドになったことが気に入らないか。うれしくさ。嬉しいけど、みんなの力が足りなかったら、こうしてビルス様と戦えなかったのが悔しいんだ。そのプライドは弱点になるぞ。くだらないプライドだ。そうでもねえさ。ベジータはオラなんかよりずっとずっとプライドを持ってる。まあ、九大天といったところか。ゴッドになって戦っているうちに、その世界を体に吸収させてしまったようだな。大したもんだよ。稀に見る天才と言ってもいい。めったな。強えな、ビルス様。地球を破壊する。いけない。あの目は本気です。これはまさか。差し物破壊神も戦いの中で隙が生まれたな。ビルスはすでに私の操り人形。どうだ、破壊神の一撃を止められるかな。やめろ。あっとっと。もうおしまいだ。破壊神が全宇宙を滅ぼした後に、魔人ドミグラが支配する新世界が生まれるのだ。
何？バカな！お前の気配には最初から気づいてたよ。魔術にかかったふりをして姿を現すのを待ってたんだ。破壊神を操ろうだなんてとんでもない不届き者だね。さすがビルス様、これで形勢逆転ですよ。ドミグラとか言ったね。決めたよ、地球の代わりにお前を破壊してあげよう。お前は悪人みたいだからね、思う存分破壊できるってもんだよ。私は先にこのものを地球に届けてきます。ビルス様、余計なものまで壊さないように少しはお気をつけくださいね。さあ、それはどうだろう。破壊神が味方なんてこれ以上心強いことはないですよ。いくらドミグラといえどもひとたまりもないでしょう。存在しなかったはずの歴史の人、激しく戦いだった。時の狭間の歪みはますます広がっていく。評価にも値しないクズ。お前は悪人みたいだからね、思う存分破壊できるってもんだよ。私は先にこのものを地球に届けてきます。ビルス様、余計なものまで壊さないように少しはお気をつけくださいね。さあ、それはどうだろう。破壊神が味方なんてこれ以上心強いことはないですよ。いくらドミグラといえどもひとたまりもないでしょう。この姿で相手をするのは限界。まあいい、この戦い、本来は存在しなかったはずの歴史の一つ。激しく戦えば戦うほど、時の狭間の歪みはますます広がっていく。よかろう。目的は達成できたようだから。なんだい、あいつの最後の言葉は。まあ、旧大天といったところか。ああ、お帰りなさ、なんで連れてきてるんですか。ドミグラの最後の言葉の意味を聞くためって。でも、だからって。時の巣じゃないか。久しぶりだな、ここに来るのも。彼らは
時の海王神が雇ったタイムパトロール隊員のようですね。あらあら、まあまあ、これはビルス様、お久しぶりです。ドミグラとかいうやつが僕にちょっかいを出してきてね、どこにいるのか教えてもらおうと思ってさ。やつは時の狭間に閉じ込められています。しかし、なるほど、狭間に出口を作るために歴史を変えて時空を歪ませて。ああ、そう。じゃあ復活して出てきたところを破壊するとしよう。やめてください！この世界でビルス様に暴れられたら時間の流れそのものが破壊されちゃいます。だろうね。だって僕破壊神だから。いや、でもそれは。あ、やめてくれたら今度おいしいご飯作ってあげますからね。おいしい、いや、どちらにせよ遠慮しておくよ、それは。お願いします、ビルス様。ドミグラのことは俺たちに。ま、いやだね。あいつは僕を利用しようとしたんだ。許せないよ。第一、君たちだけでドミグラに勝てるの？必ず勝ってみせます。俺たちに父さんや母さんを、悟空さんたちを、みんなを守るチャンスをください。ビルス様、ここまで言っているのですから、彼の言葉がテストしてあげたらどうです？テストか、いいかもね。僕とウィスを相手にどこまで戦えるか見せてもらおうか。は、はい、ありがとうございます。ビルス様、私も戦うのですか？ウィスが言い出したことだろう。仕方ありませんね。ちょっとストップ！ここはダメですよ。どこか別のところで。君もわがままだな。はいはい、わかった、わかったよ。時の巣も久しぶりだからね。僕は少しのんびりさせてもらうよ。では、準備ができましたら、私にお声掛けください。
焼いて食ったらうまいかもな。こいつのどこにこれほどのパワーが隠されていたんだ。落としたことが油断しすぎたか。人様がこの程度の相手に苦戦するとは。ギニュー特戦隊の赤いマグマジン。ギニュー特戦隊の赤いマグマジーク様をよろしく。同じく青いハリケーンバータ様もよろしくだぜ。これほどの戦闘力を持っていたとは。どうなってるんだ。チキショウ、早い。こんなことが、俺はギニュー特戦隊なんだ。やるじゃない。痛て、油断しちまったようだぜ。さあ、ゲームの時間だ。あんた、私には勝てないよ。へえ、なかなかのもんだね。意外と悪い。こっちだ。これでも
驚いた。ここまでやるなんてな。暇つぶしにもならん。
らっしゃいませ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。
マイルド。
ようこそ。今のはちょっと痛かったぞ。痛いじゃないか。殺すぞ。すごいな、お前。俺、驚いたぞ。お前、俺には勝てないぞ。何者だ。今度は死ぬかもな。いやー、遠慮はいらねえぜ。どこからでもかかってこい。
ガグの前にこれほどまでの力が。なかなか面白い見せ物だったぞ。
ようこそ。よし、大胆だ。この調子だ。ゴッドが気に入らないか。ああ、こんな世界があったなんてよ。
おはよう。おはよう。どうやら気づいていないようだね。何がだよ。スーパーサイヤ人ゴッドはとっくに時間切れだ。どうやらお前はゴッドになって戦っているうちにその世界を体に吸収させてしまったようだ。だから元に戻ってしまっても大してパワーダウンしなかった。大したもんだよ。稀に見る天才と言ってもいい。暇つぶしにもならん。ようこそ。
ちは。地球人ごときがこの俺に歯向かおうというのか。新技の実験台にしてやろう。父さんと一緒に戦うのか。なんか緊張するな。なんて攻撃だ。予想以上だ。こいつ強い。俺は未来を変えられないのか。一瞬で決着をつけてやる。修行をつけてやる。何者だか知らんが、さぞ腕に自信があるんだろうな。こいつどこにこんな力を隠していた。で追ってくれ。この俺が。
ん？ご飯が言ってた、オラたちの修行に付き合ってくれるやつってな。サイヤ人になった俺には勝てねえ。もう無意味な戦いはやめるんだな。評価にも値しないクズ。一瞬で決着をつけてやる。修行をつけてやる、だと？何者だか知らんが、さぞ腕に自信があるんだろうな。こいつ、どこにこんな力を隠していた？そうこなくて、面白くないぜ。想像以上だぜ。ない。言ってた、オラたちの修行に付き合ってくれるやつってな。おめえか。
誰も負けられねえ。強ったぜ。ここまで追い詰められるとはな。よし、僕も頑張るぞ。地球人ごときがこの俺に歯向かおうというのか。どうなってやがる。少しはやるよ。いいだろう。新技の実験台にしてやる。父さんと一緒に戦うのか。なんか緊張するな。なんて攻撃だ。予想一致だ。俺を甘く見るな。ごはんさん、俺に力を。俺は未来を変えられないのか。次はもっと興奮させてくれるんだろうな。
Thank you.